ちょっとお待ちかねのコーナーが、あんまりやったことがないことはやめた方がいいかもしれませんね。なんだっけな、何喋りだったかな。なんかちょっと失敗するとそこばっかり棒を引いて、もう後のことを忘れてしまうというですね。おまけなんか人が歌詞忘れたりすると、ね、メンバー紹介しましょうか。それじゃあ向こうから、はい、腰痛らしいですね。腰痛です。腰痛の佐藤ちゃん。はい。いや。佐藤のところがいいんだけど、まだ上がらないですからね。とりあえず30秒ずつ走る。話そうか。37点って、風の日。ちょっと考えますね。腰痛の席。動脈強化している。強化。あ、動脈硬化ね。硬化の、違う包丁。動脈硬化症。そう。まだ。ボブスグイリ症。動脈硬化の人はね、あれですよ。巻き寿司巻くときに考え悩むんですよね。動脈硬化。ね、今日のオーディエンスの方からですね、プレゼントが届きまして、これ、太陽電池が必要な方いらっしゃいませんか。家に太陽電池がないないと。これはリモコンを買い取って、リモコンの電池が、今日オークション、はい。ただどうだ、誰もいらない。これなかったら完全に太陽電池ただで、これあれリモコン使えるの、リモコンに。アルカリじゃなくてマンガンらしいんで、マンガン1欲しい方はお声をかけてください。それとあ、これもね、ちょっとごめんなさい、本当なんか、プレゼント皆さんにもし欲しい方いらっしゃいましたら、何かですかね。ネタ考えてないからアドリブで何か言えなきゃいけない。これがね、お濁り酒。お濁り酒。よし、じゃあジャックだからか。バイバイ。濁り酒と濁り酒。濁りまくっちゃうね。これ滑りまくっちゃうけど。西の関の濁り酒と、角の井の濁り酒。それどうするの？せっかくだから皆さん、これ、今日のクリスマス、アフタークリスマスのプレゼントで、どうしようか。どうしようか。なんか面白いこと言った人をかけ。なんかサングラス見えるのよ。欲しい人。誰もない。欲しい。取った。欲しい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 。じゃあ、ヘキロ君来てくれたね。よし。違う先生だ。私小学校中学の中学校の時習ってます。明け中か北小か。明け中北小。来週なんです。二年。二年生の二年生。あ、背が高い人だよね。失調者知らせませんだけど、知らせませんだけど、17年ぶりに大谷に帰って、私は後で。いや、面白いこと言ったからください。どっちこれ校長の奥さんがね、くれたので、もうね、校長の奥さんが、そうだよ、まあ、おはようなしかって言いますから。やめたい。やめたい。いやいや、その黒だけ中に黒で持って帰って。無駄ぐらいだ。黒いだよ。
あとだよ。はい。じゃあ俺とジャンケンして勝ったら、勝ったらマラカスあげる。ありがとう。あなたはいくつですか？20円。うちのバンドの大体平均年齢は52なんですよね。52。どうぞ52。おお。この後すみません、我々忘年会に行きますんで、Mトークの忘年会なんですよ。で、本当はここでやりたかったんだけど、この後ちょっと貸し切りが入っているところでですね、ちょっと別会場でやりますけど、いろんなジャンルの店があるじゃないですか。焼き鳥屋とか焼肉屋とかね、どこでやるかっていうものなんですけど、田舎の方でさ、夏寝るときに蚊よけの網になったドーム型のやつがあるじゃないですか。ね、話は全然変わるけど、あれなんて言ったっけ？蚊帳ね。蚊帳じゃないよね、蚊帳だね。蚊帳に向かっていざ蚊帳へ、居酒屋で。なるほど。うん、最後ごめんなさい、2曲やります。2曲、2曲やって、でアンコールが1曲あります。2曲やって、であともう時間がないんで、早くちょっとアンコールやっちょうだい。ということで、いきます。じゃあ、ちょっと難しい曲ですけどね。